日本に留学を考えている後輩たちに何かメッセージはありますか？やっぱり言語です。勉強ちゃんとしなさいって言いたいです。日本語がちゃんとできてないとやっぱ授業を受けるのも大変だし、友達とのコミュニケーションも大変になると思うんで、やっぱ日本語を少なくとも会話ができるぐらいはやってほしいかなって思います。キム君は日本語がとても上手ですが、いや違います。それは何かいい勉強方法はありますか？とにかく日本の映画やそのアニメやドラマを何回も繰り返してみること。するとその聞こえちゃうんで、もう耳が慣れても聞こえるんで、そこからも話せるようになると自分的に